この企業研修は今後リーダーとなる教員の人材育成を目的に岡山県教育委員会が岡山経済同友会の協力を得て行っているもので、新任の主幹教諭8人が参加しました。講義では RSK ホールディングスの里見俊樹会長が放送業界の現状と課題を説明、この後武田博史報道部長が放送の意義とネットニュースへの広がりと題して変革期にあるニュースの発信方法について説明しました。という仕事をされているのがやっぱり教育現場とも近いものがありまして、我々も教育に携わる者として生徒に対してプロフェッショナルな仕事をしていかないといけないと感じました。主幹教諭らは研修で学んだことを今後の学校運営に生かしていくということです。